暑い。この下から上、はい、下から上来たら最後ちょっと垂らしたら終わり、垂らしておいて挟む、ちょっと首を垂れさせておくと一発目から入りやすいですよと。これを入れず垂らしすぎるとロールが回った瞬間入っていっちゃうと。これで OK です。これで OK。あとはフィルムもつけときますかね。フィルム。うん、つけるよ。結構細かいんで、ここに14枚ぐらい入るわけですから、こういう炊き込みローターに対してこうナイフが入ってる食材 で、これでサクッと切っていくわけですけど、結構かかる。これが何もない状態でスコーッと入っていくのと、このナイフがあって傘っていうのが1枚増えるだけで馬力が全然変わってくるので、14枚ナイフとか入れるとなかなかいない。中の草なんか量が多いと、はいはい、もう負けてレーダーのそのこっちの部分、はいはい、これが曲がったりとかあるんですよ。あ、そうなんですね。あんまり多すぎると、はいはい、だいたい7枚とか、そういう方はもう3枚とかですね。できればちょっと量をしたかったですもうこの天気がですよ。ですね、天気勝負だったから。うん、もう2個で終わりそうだったからそのままやっちゃいました。いいですよ、もう全然。切り離しのクラッチなんです。で、油圧ホースがこれ繋がってるんですけど、はいはい、今繋げてないあの1本、はいはいはい、あれがここに繋がってるんですけど、ここに油流したらこれがシリンダーがカチャって伸びて、はいはい、ここが切り離されるんですよ、カチャカチャって。で、切り離されたらあのこのチェーンの駆動だけ止めれるんですよね。
でこのチェーン駆動って要は詰まってる、はい、詰まってるとこですよ、はいはいはい、なんでここ切り離して PTO 回してネットかけて出せるんですよ、はいはい、詰まったまま、はあはあ、で出してあげたらもう後ろ空っぽになるんで、うんうん、回す力もトラクター余裕が出るんですよね、はい、だからその状態でまた床下げて PTO 回してあげると大体入っていく、うん、あ、なるほど。側巻きって大体詰まるときって満タン付近なんですよ、はい、なんでかというとやっぱ一番深くかかってるから、はい、パンパンになってるとき一番重たくて PTO の回す力が奪われてるから、そこで草がバーンって入ってきたら回しきれずにゴーンって詰まるんですよね、うんうん、だから後ろのやつを出してしまえば大体回せちゃうんですよ、ね、空っぽにすればですね。だからスタートの今持ってるベイラーとかも入り口一発目であんま詰まらないじゃないですか。詰まるときってやっぱ途中で詰まるんですけど、それでやっぱ馬力を取られちゃってるんで、それで回転が落ちたりするともうそこでバッと詰まっちゃうんですよね、うんうん、だからその床を下げるやつは他の外車メーカーもつけてきてるんですけど、はい、このクラッチはうちしかつけてないんです。これがもう一体型ですよね。これが、これがいいんですよ。横からグワッと入ってきた時にこれがもう一体型になってるんで、普通この小さいやつがこの手前についてますよね、はいはい、螺旋のやつが、はい、これがもう一体型になってるのがこのクーンのベーラーの一番のいいとこですよね。これがロールベーラーのコントロールボックスになります。で今この鍵かかってる状態なんですけども、まあ、スマホのロック画面みたいな感じで今これロックされてる状態です。でこの F1 これタッチパネルもどっちでもいいんですが、これを解除するとこれが作業画面になりますと。で今表示されてる情報がこれがロールのカウンターですね。まあ、一番補助で今2個巻いてますよと。でこれがネットの使ってる長さになります。 24m 使ってますと。でこれがネットの巻き数設定、今 3.0 になってますんで、これをタッチするとこういうふうに直接数字を簡単に変えることができますと、はい、でここにメーターがあるんですが、まず 80% 草が溜まると1回ゲージがちょっと黒くなってピピピピと音が鳴りますと。でその後すぐですね、80から100まで行くとストップと止まってくださいという画面になりますんで、そうなると自動的にネットが入りますと。でネットが入ってカットまで終わったら、あとは油圧操作で開けて閉めるっていうのをすれば1個完成するっていう流れですね。でこれは電磁弁の切り替えになりますんで、ピックアップを動かしたいときとカッティングナイフとドロップフライを動かしたい場合を切り替えることができますと。以上です。これを切り離すところ、うん、you
だから。床下げるところですね。そうだ、できるからいいですね。せっかく動画にしてもらうんだったら。